はい、哲也です。今日はね、緊急トラ演説の中身とその真意というテーマでお話してみたいと思います。1月13日の早朝、午前5時頃ですけどね、日本時間ですけども、トラさんがテキサスの国境の地アラモで久々の演説を行いましたね。僕はライブで見ようと思ってたんですけどね、夜ね、寝るのがめちゃくちゃ遅くなって、もう3時近くなってたんですよね。それで絶対ライブで見るぞと思ってたんですけどね、結局寝過ごしてしまいました。起きたのは7時過ぎてましたからね。それでね、後でビデオで見たんですけどね、期待されていたような反撃ののろしとかではなかったですね。この演説を聞いた多くのトラさん支持者からはね、落胆の声が上がっているようですね。ネットで見てみるとたくさんそういう声が上がっているのが分かります。大統領令や、戒厳令などの、期待したような、勇ましい話が全く聞けなかったわけですからね、当然といえば当然だと思うんですよね。僕も正直ね、ちょっと落胆しましたからね。ただ希望的観測だけで物事を捉えてはいけないと思うんで、今日はね、今回のトラさん演説の中身とその目的というか真意について考えてみたいと思うんですね。まず演説の中身から見ていきましょう。この演説はですね、アラモの国境の壁の建設現場を背景に行われました。国境の壁の建設はね、トラさんの重点公約の一つでありね、初めからね、これアピールしてたんじゃないですかね。ご自身の政策としてね、強い強い思い入れがあったことは間違いないんですね。ここで建造された国境の壁はね、450マイルにも及び、トラさん政権の移民政策の向上に大いに役立ってきたとされています。トラさんはね、メキシコとの国境を越えて、中南米からの不法移民が急増する中ね、この壁の建造コストを賄う、資金の確保等をめぐってね、民主党議員らと、激しい交渉とバトルを繰り広げてきたんですよね。またマスコミはね、軽薄なコメンテーターらの厳しい批判やね、揶揄にさらされてきたことも事実です。そうした苦難を乗り越えてね、最近ようやくその成果が実ったということなんですね。トラさんは今回の演説でこう言って胸を張りました。我々は長く厳しい難行を成し遂げた。こんなことは不可能だという人もいましたが、米国史上最大のインフラプロジェクトの一つを達成したとね。そしてこのプロジェクトに関わった全ての人々の労をねぎらい感謝すると同時に、ご自身の成果をアピールし、この壁が今後の不法移民政策にも大いに役立つだろうという見方を示しました。実際2020年度はですね、不法移民の数は大幅に減ったというデータもあります。ですからこのアピールは正当なものだと思います。ただね、ここで非常に気になる発言をしたんですよ。それはね、ちょっとね、ショッキングな言葉かもしれないんですけどね、言いますよ、いいですか、言いますよ。次のバイデン政権ではこの壁を取り壊さないでほしいと言ったんですよ。この成果を台無しにしないでほしいという趣旨の言葉を発したんですね。わかります？なんとバイデン政権、バイデンアドミニストレーションってはっきり言ったんですよ。これはね、僕が知る限りトラさんはこの言葉を初めて発したんじゃないでしょうかね。これまでは新政権とかね、次の政権という言葉を使ったことがあるかもしれないんですけどね、バイデン政権という言葉を使ったのは初めてだと思いますよ。新政権とか次の政権という言葉にはね、2期目のトラさん政権も含まれる可能性がありますけどね、バイデン政権はどう考えてもバイデンさんの政権でしかないわけですからね。トラさんは選挙のあり方に問題がなければ自分は地滑り的大勝利を収めていたと確信していますから、コンシード、つまり敗北を認めるという言葉はね、最後の最後まで、使わないと思いますけどね。しかしバイデン政権の誕生という現実を変えるには至っていないというニュアンスを伝えたことは、事実というほかありません。このあとね、トラさんはソーシャルメディアによる言論封殺について述べました。トラさんは1月8日に突然ね、ツイッターをはじめいわゆるビッグテックから露骨な言論封殺を受けましたね。フォロワーが数千万人もいる一国の大統領のアカウントを単なるね、民間企業の経営者の意向で停止し、民衆とのね、コミュニケーションの手段を奪うということをめぐってはね、まさにね、地球規模で大いなる物議を醸していますよ。
あの寅さん嫌いで有名なドイツのメルケル首相でさえ、言論の遮断に関わる重大な問題が法に基づかず一民間企業の経営者レベルの判断で行われることはおかしいとしてね、厳しく批判しましたよ。またフランスのね、ボーヌ欧州問題担当相もブルームバーグテレビジョンに対し、民間企業がこのような重大な決定を下すことに衝撃を受けたと発言し、これは最高経営責任者 CEO ではなく市民が決めるべきだ、大手オンラインプラットフォームの、公的規制が必要だと語ったそうです。僕もそれ賛成ですね。この他にもね、ブラジルを中心にね、自分のツイッター画像をね、トラさんに変えるという抗議のね、動きが広まっていますね。トラさんはね、そのことも、まあ、指摘した上でね、今事実上ね、有効な情報発信の手段を持ち合わせていないのでね、この演説の中で改めてね、言論封殺の不当性とそれに対する抗議の意思をね、まあ、どうしてもね、明確に示したかったということですよね。次のように語っています。私はビッグテックは我が国に対してひどいことをやっていると思う。これは彼らにとって致命的なミスになることだろうとね、ここにね、トラさんのちょっと強い意志が垣間見えますよね。トラさんはね、ビッグテックを批判すると同時にね、ペロシ下院議長が発議したね、自らへの弾劾についても触れ、こう語りました。弾劾などというざれ言は我が国の歴史上最も重大で悪質な魔女狩りの継続であり、ほとんどの人々が理解するよりもはるかに大きな途方もない怒りと分断と痛みをもたらすだろうとね、トラさんはこの演説の前にもね、今回の弾劾は自分にとっては痛くも痒くもないけれども、こんなことやったら後で民主党政権になった時に逆にブーメランとなって民主党に帰ってくるんじゃないんですかという話もしていましたよ。まあ、今回の馬鹿げた弾劾についてはね、民衆の前でね、厳しく批判することで、一言釘を刺しておきたかったということでしょうね。実際にトラさんが行った、まあ、演説ですね、議事堂襲撃の前のね、この演説の中にね、襲撃せよという言葉も全くないし、議事堂の前まで行進しようとね、いうような話をしただけですからね。そして、民衆の声を伝えようじゃないかということでしたから、まあごく普通のことを言っただけですよね。アンティファとかね、そういった人たちが先導してね、議事堂の中に押し入ったという事実はあるんでしょう。それにつられてね、トラさんサポーターも入ったのかもしれませんね。しかしながらトラさんの発言がですね、その反乱を煽ったということには至らないんだと思うんですね。これは僕の個人的な意見ですけども、はい、以上述べたことがね、今回のトラさんの演説の趣旨となります。あなたはどうお感じになったでしょうかね。おそらくトラさんがね、ここに来てついにね、大胆な反転攻勢ののろしを上げるんじゃないかとね、期待していた人たちにとってはね、なんていうか拍子抜けというか、落胆せざるを得ない内容だったのではないでしょうかね。ざっくり言うとね、自らの成果をアピールし、それに協力してくれた人々の労をねぎらい感謝し、ビッグテックによる言論封殺を批判し、弾劾の苦しさを指摘したという内容だったんですね。この内容だけではね、トラさんはもはや自らの再任については完全に諦めたという印象しか持てないという方も結構多いと思うんですよね。実際にね、一旦は引き下がる決断をしているのかもしれませんね。またそれとは真逆にね、今回の演説は弾劾を回避するための方便という見方もありますしね、近々重大な緊急放送が行われるという話も、これは結構まことしやかにささやかれていますよね。いずれにしてもね、私は今回の演説内容だけにとらわれるのではなく、トラさんのね、自由と健全な民主主義を絶対に守り抜くという強い強い信念を信じて、その他のね、様々な動きも注視しながら、最後の最後まで応援していきたいと思っています。あなたはどうお考えでしょうか。ではまた。 Good luck。 目覚めよ日本人。今回のようなお話に興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。